はい、皆さんこんにちは、マダリグリッチです。今回はグレンザーボージオン独立戦争機ジオン軍編、難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。前回はハワイ攻略作戦を行って一度跳ね返されたもののリベンジを果たすことができました。今回はその続きです。で、次の目標はオーストラリアトリントン基地になりますので、ここに向けて進撃の準備をしています。具体的にはハワイを攻略した部隊でそのままトリントンに向かいます。まあ、ただしですね、ハワイからトリントンへ向けてのルートは2つしかありませんので、ギレンの部隊だけですね、マドラスに移動してマドラスからトリントンを狙ってもらいます。そしてもう一つ、連邦がオデッサ作戦をそろそろ発動する頃合いだと思いますので、いくつかの部隊はですね、この後オデッサへと向かって迎撃戦の準備をしてもらいましょう。では時間を進めていきまーす。ピシリア様から連絡があります。回線を回します。ベルファスト基地に敵部隊が集結しつつあるとの情報を入手しました。連邦軍は大規模な軍事行動を計画しているようです。やはりオデッサ作戦来ましたね。オデッサ作戦、資源の乏しいジオンの生命線を断ち、同時にヨーロッパにおけるジオンと連邦のミリタリーバランスを一変させようとする連邦の一大反抗作戦である。狙いはオデッサか。そのようです。だが戦線は地球全域に広がっている。オデッサ一つにどれほどの価値があるというのだ。価値は作るものです。使い道ならいくらでもあります。なるほど、策はあるのか。お任せを。そうする、オデッサ防衛の将さて、キシリアからオデッサ防衛の指揮官にマクベオという、提案が来てますが、これは拒否しておきましょう。マクベオを指揮官にすると問答無用で核を撃ってしまって敵味方問わず被害が出てしまうので、今回はしっかり防衛の準備をしてマクベオの核を使わずに戦っていきましょう。まあ、ただオデッサ自体にはマクベオに向かってもらいます。連邦のオデッサ作戦が発動されてますが、こちらはカウンターとしてオーストラリアトリントン基地攻略を発動していきます。進行ルートは先ほどご紹介した通りですね、ハワイとマドラスに移動したギレン、これを使っていきましょう。マドラスからはギレン、ハワイからはガルマとトワニングを投入していきましょう。3部隊投入しないと、もうそろそろね、この難易度ハードだと攻略が難しいというのが分かってきましたので、今回も3部隊、ハワイを攻略した部隊をそのままトリントンに投入します。我が軍はこれよりトリントン攻略作戦を開始する。コロニー落としによって壊滅的なダメージを受けたトリントン基地の軍事的価値は低い。だがこの地域の地下資源を奪うことができれば連邦は資源不足に陥るはずだ。諸君らの一層の努力を期待する。連邦がオデッサに侵入してきました。迎撃していきましょう。マクベの部隊はすでにオデッサに展開済みですが、コンスポンと有利の部隊はですね、まだ残念ながらオデッサに到着したばかりという状態だと思いますので、ここはですね、慎重に対応していきたいと思います。まずは基地中心部に部隊をね、確実に展開して、おそらくレビル将軍がいると思いますので、そのレビル将軍をね、迎え撃っていきたいというふうに思います。では早速部隊の展開状況を確認しましょう。まずマクベの部隊はここですね。でマクベ自体はですね、専用のグフになってもらってます。うまく活用していきましょう。敵はマップの左側からビクトレーが3秒入ってくるかな。そして
増援ですね。味方の増援は画面の右側と下から入ってきてます。これをいかに早くオデッサの中心部まで移動させて、迎撃体制が取れる状態で展開できるかというポイントになろうかと思いますので、この移動をまずしっかりやっていきましょう。ギャロップはこのままマップの中心を進行。あとはですね、どうだろう。この辺のザク、陸戦ザクはザクザク進んでいきましょう。ダブデに乗ってると、まあちょっと動きがとろいっていうことがあるので、そこに付き合う必要もちょっとないかなと思うので、もうモビルスーツは発進して急行してもらいます。さあ、では味方の、まあ、いわゆる5詰め増援部隊も戦場に到着しつつありますので、敵の殲滅戦へと移行していきたいと思います。まずレベル将軍をいち早く発見して、そのレベル将軍を撃破してしまえば、敵はさらにね、烏合の衆となると思いますので、まずレベル将軍の発見を急ぎたいと思います。レベル将軍、ここにいましたね。このレベル将軍を打ち取れると、だいぶ戦況が好転すると思うので、あとはレベル将軍狙いたいんですが、ちょっとまだ距離があるので、一旦ここはレベル将軍との間合いを詰めつつ、次のチャンスを待ちましょう。と、一気に撃破していきます。レベル将軍補足してます。これで撃破していきましょう。他3両残っているビクトレですね。これも一気に標的として攻撃を加えていきます。1ターンで撃破できたら大きいですよね。さあ、レベル将軍だ。力を貸してくれ。削りきれなかった。ちょっとだけ残っちゃいましたね。惜しかったなぁ。もうちょっとで、ワンタンキルも可能だったかなと思うんですけど、さすがにビクトレ、硬いですね。まあ、次の攻撃で確実に、このビクトレ、撃沈していきましょう。では、レベル将軍のビクトレ、改めて撃破しました。私には守るべきものがある。残っているもう一両のビクトレ、これも撃破ですね。これで、オデッサ作戦として侵入してきた連邦の部隊、全部排除しました。はい。というわけで、今回は、オデッサ作戦、これに対抗するためのアンチオデッサ作戦を行いました。次回はですね、トリントン基地、オーストラリアのトリントン基地、あと残っているニューヨークですね、この辺りを攻略しつつ、連邦の宇宙での反攻作戦に備えた準備も始めていきたいというふうに思います。では、今回はここまでとさせていただきたいと思います。